しました。最初は花水木日本語の歌が出てくるとほっとしますね。そこから始まりまして、カノホナピリカイワイカフリと3曲続けてお送りいたしました。メカハウオリさん、なんか先生は今日不在ということでしたけれども、はい、少し皆様にお知らせしたいことがあるということでマイクをお渡ししてお伺いしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、では、なんかホイケがね第1回目にあるということで、ホイケというのはハワイ語でホイケトゥーショーという意味なんですが、皆様にお見せするショーのことですね。発表会をやられるということですけれども、少しお話しいただいてよろしいですか。皆様今日はありがとうございます。私たちメガホーリは福島市を中心に活動しているフラ教室です。菊池直子先生の指導のもと、美しく優雅なフラを目指して日々練習に励んでいます。今年11月8日の日曜日になるんですけども、教室としては初めての発表会を福島市のコムコムのバイバイホールというところで開催する予定になっております。入場は無料になっておりますので、もしよろしければ
ぜひ見にいらしてください。たくさんの幸せをお届けしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。たくさんの幸せありがとうございました。メカハオリの皆さんでした。どうもありがとうございます。本当にフラって笑顔で踊りますのでね、踊っている本人も見ていただく皆さんにも幸せを届けられるんではないかなと思います。